はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。同志を集え、友人サポートというお話をしていきます。習慣化を身につけていくために、やっぱり一人で一生懸命頑張ってダイエットをするとか筋トレをするとか禁煙禁酒をしたりとかっていうのって、やっぱりどこかでなんか俺一人だけ頑張ってても苦しいなとかしんどいなっていう風についついやめたくなってしまう瞬間って多分来ると思うんですよね。僕もやっぱりジムなんかもこう周りに友人とかがいないんで一人でこう黙々とやったりしてるんですけれども、なんか時々二人組男友達で来たりとか、女性の友達同士でも来られてる方もいれば夫婦で来られてる方々っていうのもいるんですよね。そうなった時にそれぞれやってることは違うんですけど、自分のトレーニングが終わった後にこうどうっていう風にこう調子を聞いたりとかしてて、わーやってるよっていう、こう返事を返したりして、そうお互いに高め合っている環境っていうのはすごくいいなーなんて思ったりするんですよね。だから僕も友達を作りたいなーなんていう風に思うんですけれども、まあ、なかなか今住んでる地域はぶっちゃけアウェイなので、なかなか友達を作ることって難しいんですけれどもね、はい。まあ、そんなことはいいとして、だから今日の友人サポートっていうのは何かっていうと、一人で頑張るのが難しいっていう方はもうなんなら友人の力を借りましょうという、ただそれだけのお話です。で、さっきも言ったように何かの習慣化をしていこうと、目標に向かって頑張っていこうと思っていたとしても、なかなか一人で頑張りきる走りきるっていうのはもう相当の意志力とか、それからうまくテクニックを使って習慣化をしていっていない限りはなかなか難しいっていうのが正直なところなんですね。だから同じ目標を持つ人たちのコミュニティを作りましょうと、あるいはそこに入っていきましょうというわけなんですよね。まあ、パブリックコミットメントね、友人にこういう目標を、例えば1日読書1冊しようとか完食をしないとかっていう風に何かしらの目標を立ててそれを宣言し合うっていう仲間を見つけましょう、作りましょうっていうお話をしたことがあるんですけれども、今回に限っては同じ目標っていうのがミソなんですね。パブリックコミットメントは別に読書をするという目標を立てる友人と筋トレをするっていう自分の目標をとって、別に目標が全然違う方向でもいいわけなんですよ。ところが今回の友人サポートっていうのは同じゴールに向かっているっていうことが非常に大事になってくるんですね。だから筋トレを習慣化したいっていうならば、習慣的に筋トレをしている人、もしくは習慣的に筋トレをしようと目指している人たちが集まるコミュニティに入る、つまりジムに入会するとかっていうことですね。それから禁煙をしたいなら禁煙仲間のいるコミュニティに入るとかっていうような、そうすることによって成功率っていうのは高まるわけなんですね。で、これのいいところっていうのは、その同じ目標に向かう仲間に関してでいうと、やるべき目標とそれからやらないべき目標、だから今言ったような筋トレをしたいとか禁煙をしたいとかっていう風に、やるやらないっていう両方の目標に効果があるっていうところが、まあ、結構ミソだったりするんですよね。今っていうのはなかなかリアルな友達を作るとかっていうのは難しかったりすると思うんですよ。というのもやっぱりコロナの影響もあって、直接一緒に会おうぜって言っても、中にはちょっと今会うのは勘弁してくれっていう人たちとかもいると思うんですよ。そういった時にはなかなかジムで一緒にやりましょうっていうのも難しいと思う人もいますから、そういう時は SNS を通してコミュニティっていうのを見つけて、そこに入って、例えば、Twitter なり Facebook のグループなりっていうものに入って、で、今日はこういうことやりましたとか、こういうことをやりませんでした、やらずに済みましたっていうことを報告し合うだけでも、いいねがついたりとかコメントがつくことによって、よし明日ももっと頑張ろうっていう風な、そんな気持ちが湧いてくる、でモチベーションが高まっていって、結果的に習慣化につながるっていう流れになっていきます。ですんで、もし自分がやりたいなとか、これをやめたいなと思っているコミュニティがうまく作れないのであれば、でも同じ悩みを抱えている人っていうのは少なからずいると思いますんで、自分がそのコミュニティを作ってしまったらいいんですよね。Facebook のグループを作ったりとか、 LINE のフリーチャットっていうのがあるんですかね、そういうのを作ってしまうっていうのもありです。だから人って冒頭言ったように、なかなか一人で何かをこう達成するっていう、目標達成するっていうのは難しいと思うんですよ。もう本当に断固たる決意がない限りはそれがなかなか難しいと。で、それは習慣化に関しても同じなんですよね。だから習慣化を定着させていくために、そして長く持続させていくためには、一緒に頑張る仲間、そしてさらに同じところに向かっていくっていう仲間を見つけるっていうことが大事になりますんで、そのためには何かコミュニティに入るか、あるいはもう自分で作ってしまうっていうことをぜひやってみてですね。で、ここに向かって、禁煙頑張りましょうとか、筋トレ頑張りましょうとか、勉強頑張りましょうっていう風に、そんなコミュニティを作り上げて、行っていただいて、そして、みんなで達成を目指して、ゴールを達成したらみんなで喜び合うっていうような、そんなですね、環境にぜひ取り込んでいただけたらという
ふうに思います。というか自身も今その、ね、今回の本なんかもまさに DAIGO さんの本、メンタリスト DAIGO さんの本を抜粋して取ってきてるんですけれども、今ですね、一つメンタリスト DAIGO さんのコミュニティっていうのが Facebook の方にあって、それの中に入っていくと、やっぱりいろんな切り口で、あのこんなことやってます、あんなことやってますとか、逆にこれをうまくするにはどうしたらいいんですか、あれをうまくするにはどうしたらいいんですかっていう質問がいろいろ飛んできて、でいいねが押されたりとかコメントが入ったりとかっていうのがあって、すごくいいあのコミュニティだなっていうふうに思ったりするんですよね。だから例えば瞑想ってどんな風にやったらいいんですかとか、HIIT ってどう皆さんどんなメニューを組んでやってますかとか、読書ってどんな風にやってますかとか、どんな本読んでますかとか、それから、時々 Zoom のオフ会をやったりとかっていうのもやったりしてるんで、すごくいいコミュニティだと思うんですよね。僕はただちょっと眺めるだけでなかなか飛び込めてないんですけれども、 なぜかっていうと、自分が今習慣化したいことっていうのを別に人の手を借りなくても筋トレやったりとか勉強したりとかって自分一人でできてるんで、ね、あのというのも皆さんにこれだけ習慣化のお話をしておきながら、お前何も自分でできないんだってなったら何のね、あの根拠もなかったりしますんで、自分で今できるな、やれるなっていう範囲のところで習慣化をしてやってますんで、これがさらにレベルの高いところになってきたら、ちょっとそのコミュニティのメンタリスト DAIGO さんの Facebook グループの力を借りて、ちょっとこういうことやりたいんですけど、皆さんうまくやってる方いませんかっていうことをちょっとね、聞いてみたいなっていうふうに思ったりはしてます。ということで、まあ、そんな感じでですね、いいコミュニティっていうのはたくさん眠ってると思うんですよ。だからそれをぜひ見つけて、皆さんも飛び込んで、そしてなかなか定着しないな、なかなか習慣ができないなっていうものを自分の習慣にしていくために、そういった力を借りるっていうことをやってみてください。それが友人サポートというお話になります。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さらら、はい、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。